今の時代ね、うん、昔みたいに同じ番組見てみんなが次の日学校でそのドラマについて語り合いみたいなことって今ないですよね、うん、みんながバラバラな情報源を持っていて、はいはい、みんなが各々の好きな世界を持ってるという価値観が細分化されたので、うん、相手の価値観を言い当てるなんて、はい、真剣推測初めてやって当てるみたいな感じ、うん、なので傾聴しながらその人の大切にしている価値観が分かっていかないと、はい、うん、組織運営って昔みたいにうまくいかないし、うん、これが家族の中でもそうだしね、はい、実際いろんな問題起きてますよね。起きてますね、うん、はい、まあ、例えば50代以降の見てた番組アニメ言うたら、うん、巨人の死、まあ、とにかくすごい人偉い人がいてお前言う通りせえ大リーグ養成義務つけて頑張ったらいいパフォーマンス上がる、うんうん、もうとにかく上の言う通り聞いとかなかみたいなそんな時代。ところが今、うん、はい、うん、今はワンピース、はいはいはい、要は上から言うたら聞かへん、うんうんうん、でもじゃあ私どうしていいの分からん、はい、だから一人一人の中からあんたどないしたん引き出したんやけどいきなりあんたどないしたんって言われても分からんわ言うん、はい、これを感情を使って身体感覚活性化させて、うん、内側から引き出していく必要があるんですね。今のは、はい、平本さんがやっているコーチングが分かってると分かるけど、はい、どこから引き出すのって感じだと思うんですよね。ぜひぜひ続き解説お願いします。いやあのね、はい、平本さん天才すぎて、はいはい、誰かが悩みある人出てくるとパパって15分ぐらいでそれが消えるわけ、はあ、でも本人もなんで消えたかが分からないんですよ、うん、しかも見てる人も何をやりはったかが分からないよね、はい、で僕は天才的なところがあって今の平本さんの説明は 75% の人は分かっていないっていうのが分かるんですよそして平本さんがパパってやった時に今のところがすごいっていうのが分かるんです、うん、なので平本さんがやっているこのコーチングなりカウンセリングをみんなが自分でできるところまで、うん、噛み砕きたい、はい、まあ、平本さんにはなれないよ有料アプリだからだけど皆さんは無料アプリレベルでそれが取り扱えるようになったら良くないですか、ね、それを一冊の本にまとめて、はい、それさえ読んだら今までなんで伝わらへんかったんやろなんで彼らは変化できないんだろうと思ってたものがスイスイと前に進んだらいいなって思うのね、うんうん、はい、で今日は4つのテーマでやるんでしょ、はい、あとその前に昨日やったように免疫力上げるやつやりますか。ああやりますか、はい、結局ねコロナウイルスは WHO も言ってるけど8割ぐらいの人が感染するんですよ、うん、もうこれぐらい集まったらね、はい、10人は感染してます、はい、してるかなしてるかな、はい、まあ、してるけど発症しないでそのまま終わっちゃうということですかね。 なんかあのあれ何でしたっけあの船、はいはい、ダイヤモンドプリンセス、あ、はい、あれの医療に携わった人がなんか SNS で発信してましたけど、うん、コロナウイルスはポジティブが苦手なんですって、はい、だからポジティブな人は陽性でも発症しないよね、うん、だからネガティブ狙っていくらしいので、うん、はい、ポジティブになるにはどうしたらいいんですか。ポジティブの方がいい人どれありますか。ネガティブの方がいい人それはあげるね、はい、ポジティブになる方法いっぱいあって体を使ったり感情を活性化させたいんですね、はい、どうしたらいいですか、はい、じゃあ行きましょう。じゃあ隣の人と22で体が触れない範囲でちょっと横目でチラッと2人組になってもらっていいですか。2人組ね、はい、2人組になりました、はい、ではですねポジティブになりたいので、はい、ポジティブ、ポジティブな体使うこと、うん、でとはいえコロナなんで接触禁止なんで、うん、エアーでハイタッチじゃあ立ち上がっていただいて、はい、じゃあ隣の人と手はくっつけないようにしてくださいこんな感じでせーのポジティブでいこうねイエーイポジティブでいこうねイエーイもう一回ポジティブでいこうねイエーイはい、まあ、アホらしいけどちょっとポジティブになった人座ってください。拍手お願いします、まあ、こんな感じで楽しく明るくぜひね行きたいですね、はい、はい、行きたいですね、はい、はいはいはい、今日のテーマは4つ、はい、でまず1つ目が突破したい、なんか実現したいものがある方、はい、10分ぐらいでショートコーチングしますんで、はいはい、そして2チーム力を上げたい、まあなんかねこうメンバーとか仲間がね、同じ方向を向かしたんやけどちょっと向いてる方向が違うと、うん、上の人下の人ちょっと向きが違う、これなんとか方向性合わせたい人、はい、3
習慣にしたい、朝早起きしたいとか、うん、なんかね毎日声かけ連絡するとか習慣化したい人、何でもいいです、はい、英会話とかね。4、セルフイメージを上げたい。セルフイメージが何とか上げたい、もう少し自信自分に持ちたい人、うん、はい、この4つでこの4つのテーマでいきましょう。はい、で昨日めちゃめちゃ良かったのがあって ね、それはね今日やらないんです。やりたい？やりたいよね。別料金なんですよ。昨日のあれがめちゃめちゃ良かったんですよ。なのでトークうまいな、やっぱね、横で聞くながらね。トークうまい。ちょっとメモ僕たちね同い年なんです。どういうねんそれ、どういう意味やそれ。しかも平本さん神戸出身やしね。神戸やで、うん、新海地この辺コッペパンつけてました、ね、自分もそうやった。そう広島大学ね。そう、三重から出てきた時、あの大学一番初めの友達になる時大切やんか。舐められたらあかんと思って。なんで舐められたらあかんね。仲良くならなあかんや。そうそう、パンチパーマに行きました。そしたら僕みたいな人誰もいなくて、しかもね本気でかけていったの。だから夏休み過ぎまでかかりましたよ、取れるまでね。まあ田舎の声からしゃあないよね。同じやね、俺も新海地でねパンチパーマやったから、ね、パンチつながりですよ ね恥ずかしいわ、ね、自分が何かをやろうとしてるけど、はい、それが、うん、困難を感じてると、はい、でそれを何なのか突き止めていくっていうワークを、はい、じゃあなんかねこれ実現させたい、突破したいっていう人、あ、早かった、じゃあ、はい、よかった、拍手お願いします。私あの匠先生が推奨されてる、セブンポケツを実現したいんです、うん、あ、7つの収入源ね、はい、まあ、7つにはこだわってないんですけど、はい、すごい理想的だなと思ってます。であの今はあのずっと雇われて長い間働いてきたので、自分の中に制限もありますし、うん、なんか突破するときってなんか全部破壊したくなる、うん、もう何もかももういいやってなってしまうので、これからは楽々、うん、マイク口元にね、すいません、はい、楽々、仕事も、プライベートも自分の、まあ、能力を発揮していきたいなと思ってます。じゃあちょっとこっち来てもらっていい、はいはい、例えば現状がここやとして、椅子前に持って、はい、現状ここやとして、うん、はい、さあセブンポケッツできた未来があるとしたら、これぐらい未来か、これぐらい未来か、これぐらい未来か、ちょっと自分でどれぐらい未来か置いてみて、実現したとしたらいいね。じゃあちょっと立ってみて、ここ実現して、で実現しました、セブンポケッツ想像できる。でさらに未来に行って、これが叶ったとしたらその先どんないいことがあるかちょっと思い出してみて、うん、マイク持って、今まで見たことない景色が見えます、はい、じゃあ、はい、さらに未来に進んで、はい、これから言葉使わなくていいから、うん、さらに未来どんないいことがあるかちょっと想像して、うん、場面が浮かんだらうなずいて教えて、うんうん、はい、さあさらに未来、はい、それも叶ったらその先何が起きそう。ちょっと怖いけど嬉しい。あ、いいねいいね、はい、さらにそれは実感した未来、はい、どんなことが起きそうか、なんか言わんでいい、言いたかったらあの一言だけ言うよ。世界と宇宙、世界、はい、さあさらに未来って、うん、さあくるっと振り返って、どこの未来が一番自分がモチベーション湧く、もうこれのためやったら頑張りたい、この辺、あ、いいねいいね、さあそこに戻って、はいはい、じゃあ未来見て、はい、じゃあちょっとありありとその場面想像して、うん、さあ何かセブンポケッツは手段なんですよ、うんうん、それを通して何を達成したいか目的を知りたい、うん、でも多くの人がどうなったらいいって想像つくんやけど、その中で表情がふわっと変わる感情、つまり夢実現させるには感情を扱えなかったら叶わないですよ、うん、内側からわーっと感情が湧く場面を描きたい。さあこれどんな場面一番やる気がある、その叶ってる夢を、うん、ちょっとシーン想像してどんなシーンが浮かぶ、
あの大勢の人の前で喋ってます、うん、喋ってるか歌歌ってるか、はい、さあその中で一番印象的なシーン目に飛び込んでくる風景ありありと思い出した、はい、皆さんも想像してみて自分が叶ったとしたら、うんどうなっていたいかすごいちょっとステージが高いところにいてて、あーいいねーねーでたくさんの人がいっぱいいてて、はいはい、みんな笑顔でいてます、うん、いいですね、うん、さあこれを実現させたい、はい、いいよね、はい、じゃあちょっとまた現在戻ってなんか戻りたくないです、うん、いいよであそこに実現するのに、うん、さらに現在ここよねでさらに過去遡って、うん今までいろいろ壊してきたって言ったよね、うんうんうんはい、さらに戻ろうか、なんか例えば何を壊してきた？人間関係とか、はいまあ、仕事じゃあ人間関係これ壊したね、うん、人間関係って書いてもらっていい、はい、さあさらに未来ちょっとなんか軽くでいいので蹴飛ばすか殴るかして、はい、人間関係壊したあとは何壊した、何壊したの壊したっていうかあのチャレンジできなかった怖くて、うん、それで何チャレンジできなかった、うんまあ、クラブ高校の時に、吹奏楽やってたんですけども、うん、それで日本一の学校に行きたいと思って行ったんですけど、うん、ちょっと練習とかなんかすごいスパルタすぎて苦しくて、そういう全国大会に行くことを諦めました。じゃあ吹奏楽で諦めた、うんうんうん、さあさらに未来潰したこととか諦めたこととか他に何がある？いや言っていいんかな。うん、言っていいよ。うん、そう、結婚してたんですけど、うん、離婚しました、うんうん、じゃあちょっとその時思い出して、うんうん、どうして離婚しようと思ったの？自分の可能性をもっと試したかったっていうのと、うんまあ、その現状をどうやっても変えれないことが苦しすぎて、うん現状やりたいことがあって、うん、今の状況変えられないから離婚した、うんはい、じゃあ離婚、うんうん、さあさらに何かある？さらに、うん、なんかあるかな。そんなとこでも現在まで来る、うんうん、なんかあったかな、うんまあ、そこからちょっと自分の中でももうちょっと人間関係をこう遠ざけた。ああ。じゃあ人間関係遠ざけた、うん、そして、現在もお願いします、はい、さあ人間関係遠ざけたそれ現在、うん、さあくるっと後ろ振り向いて、うん、振り返ってみてどんな人生やった今まで。ちょっと、まあ、自分の思い描いてたことと違うこともあるんですけど、うん、でもあの一つ一つは自分で決めてやったので、うんまあ、後悔はないけど、うん、もうちょっといい方法があったかなっていうのもあります。例えばどこを振り返ってもう少しいい方法があったかなと思う？例えばやっぱり離婚かな。うん、なるほど。さああの時に戻れるとしたら、うん、本当はもうちょっとどうしたかった？うん、もうちょっとどうしたかった、うん子供が欲しかったし、うんずっと最後まで仲良くいたいなと思ってた、うんはい、さあじゃあ今度結婚するとしたら、うん子供も欲しいし、うん、仲良くいたい、うんはい、これ持ってきたいものやね。あそう、はいうん、仲良く結婚して仲良く子供、うんはいはい、さあ他にはこれはこれで良かったなとかこれがなんか気づき学びあったかなってことある？やっぱり人間関係とかあの何か変わるときにもう全部が嫌になるんですよ。もう住んでるところとかも、うん、この関わってることが全てが嫌になるので、うんまあ、相談とかもできないタイプなので、うん、なんか人の力とかをちゃんと借り入れたらよかったなと思います、うん、さあこれから未来行くときに人の力も借りれるようになりたいのか、うん、もしくは人間関係を壊さずに行けるようになりたいのか、うん、全部を捨てる必要なく行きたいのか、うん、全部です全部ああ全部その3つ全部。おじゃあもう一回言って自分の口から。人間関係を、うん、今の人間関係を壊さずに、相談できる人にの力を借りながら、じゃあ相談できる人の力を借りるが一つ、うん、あとはうーん人間関係
さあじゃあちょっと考えてて、今何をしてるかというと、未来に行くためにこそ彼女が口から言いました、壊してきた、全部壊してきた、想像してください、全部壊してやってきたっていうまんま、また全部壊しながら未来行ったとしたら、彼女幸せになりそうですか、ならなさそうですか。ならなさそうですよね。じゃあ壊してきたの中で、今度は壊したらあかんで言われても大きすぎるんで、どんなことがあったか一個一個出しながら、それぞれ学びにしたいんです。あれはええないような未来持っていく、あれはあかんないとどうやって帰ってくる、つまり過去に起こった出来事は全部学びなんですよ、はい、さあ自分の口で言って、何やったっけ、相談できる人がいる、相談できる人に相談したい、うん、あとはなんか今の人間関係を壊さずに、うん、続けながら、じゃあ今の人間関係を続ける、一枚だけでいいよ、はい、ですけど、けどとか言うてもいいですか。いいよもちろん、はい、あの私なんかこうなんかなんていうの、マルチタスクっていうのかな、あのいろんなことを同時にするのが苦手で、進むときにどうしても次のを重視してしまうから、じゃあ今の人間関係だけ書いて、はい、うん、はい、じゃあちょっとそれ持って前に来てもらっていいですか。まずあるものだけもらって来てください、はい、さあちょこ前に来てもらっていい、さあ彼女の前に来て、はい、これで、そこにセブンポケッツ、セブンポケッツ、ここがセブンポケッツよね。収入源が複数ある。これがその先叶えたい夢。さあ、大事なのはセブンポケッツを目標にする。セブンポケッツの後、どんな生活をしたいか描く。ここまで OK ね。で、彼女はこのまんま行くと、また壊していきながらこれをやる。達成するかもしれない。しょっとしたら壊していくから、達成しないかもしれない。もう一つ紙あったよね。今の人間関係っていうのは、それなくていいや、これ。さあ一応彼女の言うまんまいきますね、はい、この中であえて言えば、じゃあみんなに見えるようにいきますか、はい、あえて言えば優先順位高いのはこれでもいいし、これでもいいし、これでもいいし、じゃあうちのサポート、はい、この順番です、右から、はい、1、2、3、じゃあちょっと自分で優先順位具合上げてみて、はい、はい、優劣つけるのあれなんですけど、優劣つけてほしいんですよ、優先順位をつけてほしいんですよ、全部で、あ、そうそう、これセブンポケッツ、はい、はい、この優先順位でいい、うん、はい、いいです、じゃあちょっとこれを前に持ってきてもらって、はい、この優先順位でセブンポケッツに向けて進んでみて、はい、進む、うん、さあ進めそうな気がするか、うん、ちょっとまたごちゃごちゃしそうか、遠慮なく言って、うん、ちょっと、うん、いけそうな、なんかこれを優先したら、その仕事とこの掛け持ちが前もできなかったから怖いな。じゃあ仕事の掛け持ち、うん、仕事、うん、仕事だけで、仕事とその家庭と両立、はい、あ、仕事という家庭をもう一枚もらって、つまり結婚で子供と仲良くっていうのをやろうとすると、うん、家庭と仕事の両立ができなくなるってことだね、うん、そうなんです、なるほど、うん、はい、それが苦しい、なるほどね、うん、じゃあ彼2つ、みんな協力してもらって、じゃあみんなに見えるように持ってもらっていい、はい、さあ優先順位どっちが上がいい、やっぱしこっちですね、うんうん、じゃあちょっとちょうどいい加減にやって、さあこれ全部4つやっといて、こんな風に自分にとって何が大事かの価値観っていくつもあるでしょ、しかも全部100なんか叶えられないんですよ、その時に100ゼロじゃなく優先順位を決めたんですね、その時感覚値でなんか微妙に1センチ下とか上とか、あ、なんかね、これぐらいであるよね、はい、さあじゃあこの位置でほんまにいけるかどうかは分かりません、ちょっと現在に立って、じゃあそこの向こうに立ってもらって、この2人こっちに見えるように、さあこの優先順位でいけるかどうか分からん、ちょっと進んでみて、はい、はい、家庭あんなに重視して仕事下げてセブンポケッツ叶いそうか、うんうん、もっと先になりそうな気がするか、そ
うですね。ですよね。そう。なぜなら家庭を先優先したからどうしてもセブンポケット下になるやん、うん、ちょっと試しにこれ書いてみようか。試しにそこまでは下げないけど、はい、試しに現在1点、家庭そんなに下げなくていい、はい、これで行ってみて、はい、そしたらセブンポケットは叶うかもしれない。叶いそうです。でも家庭は、うん、置き去りになりそうな、はい、であとはチョイスです。まずは仕事でセブンポケット先にしてから家庭を持つのもいいし、うんうんうん、先に家庭を持ってしまってからセブンポケットもうちょっと先でもいいし、うん、もしくは一定期間、ね、死に物狂いで家族と金目標を一定期間やるのも本人のチョイス。ちょっといろいろ歩いてみようか、はい、もう一回、家庭一番のパターンいくね。ちょっと現在座って、うん、セブンポケットその先の未来見て、はい、これ多分これ もうちょっと先になる、こういう感じでこういう感じになるよ。あ、なぜなら家庭さっき来てるから、うんうん、はい、もう一回戻ろうか、うん、今度仕事先、仕事優先できて、うん、やっぱり違う気がします。うん、うん、そうなんや、うん、あ、うん、じゃあセブンポケット先になるけど家庭先に持ちたい、うん、みたいです、はい、今そう思う。じゃあ家庭あげて、うん、じゃあこれ先ね、うん、はい、じゃあもう一回戻ろう、うん、こっちまで戻ろうか、うん、あの時人間関係潰したな、うん、今度は人間関係潰さに行きたいね。そうです、うん、今の人間関係、うん、相談できる人、うん、はい、まあ吹奏楽は諦めた、うん、これはある意味でちょっと家庭大事にすると近いかもしれんね。うん、離婚、うん、これをしたからこそ逆に今度は素敵な人出会ったら子供を持ちたい、うん、そして人間関係遠ざけてきたから遠ざけずに相談乗れる人がいる、うん、そして現在ちょっと想定してたよりはセブンポケット先になります。そうですね、はい、でも家庭先にしながら歩いてきて、うん、はい、でこの辺で好きな人が出会って、うん、子供が生まれて、でここからどんどん仕事頑張って、うんうんうん、そしてできそうな気がして、はい、そしてさらに未来まで行ってみんなの前で立ってる、うんうんうん、どうでしょう。ですじゃあこの順番でやりましょうか。はい、はい、ありがとうございます。感想どうですか。なんか自分の中では、どれを優先したらいいか、なんか日によって違うっていうかだったんですけど、それが明確になったんです。びっくりしました。はい、まあ、あのこれは超ショートなんで簡潔な感じではないけど、大事なのはこんなに自分の価値観の優先順位出してどの順番でいくか、その分想定より遅くなってもそれは自分は納得すればいいし、いやいやったらこれ仮定下げればいいだけの話ということです。これが誰もが自分の人生生きるっていうんですね。はい、盛大な拍手お願いします。はい、じゃあ解説。まあ、コーチングにしてもカウンセリングにしてもですね、ついついこっちが答えを用意してやってしまうケースっていうのは全然コーチングでもカウンセリングでもなくなってしまうんですよね。でゴールがあってそこへ導いてしまうと価値観の押し付けにしかならないので、平本さんがやったのは彼女が言っていることをそのままここへ形にしていく、まあ、言うなれば現場検証みたいなもんですよね。現場検証、ここへ倒れていてってこう体をチョークで描いて、ここに凶器が落ちていてドアは半開きだったみたいな、それをそのまま、やっていくんだよ。でこの丁寧さがやっぱりすごいなって思うんです。ついついあーってきて、あ、分かった分かった、もうはよ答え言うたろみたいな、はよだからお前こうやって考えたらええやないかってやってしまいがちですよね。ついついお医者さんが患者さんの言葉をこう傾聴していくじゃないですか。で
あ、この先生すごい親身に聞いてくれたわっていう秒数と、実際お医者さんが話し出す瞬間っていうのが、お医者さんが話し出す平均が22秒なんですって。で、患者さんがよく聞いてくれるわこの先生って思う満足点が24秒なんですって。なのであと2秒聞けたらメインになれるよね。だからその時に答えを準備してしまいがちだっていうのが、僕たちがまず、陥りやすいところですよね、はい、で一番初めここから始まって、現在からとセブンポケツ、まあ人によってゴールが違いますけど、ゴールはどの辺ですかってなった時に身体感覚的に出てくるのが面白いですよね、はいはい、これなんかね、あの私は建物の設計と同じで、これ過去だとして未来だとして、まあここ現在だとしたら、はい、過去のプラス体験マイナス体験があるんですね。マイナス体験は人間関係壊したとか、まあ、離婚をしたとか、まあ、吹奏楽やめたら別にそれ良かったというふうに、プラスマイナスを出せば出すほど上に立つ上物が高く立てられるんですよね。ブレにくいんですよ。なぜなら生涯振り返った上で納得感した過程を大事にするのと、パッとその場で仕事やセブンポケツやってちょっと飛び乗ってしまうのだと、帰りの電車でやっぱそうは言うてもな、子供欲しいしなみたいになる。で、過去を掘り下げれば掘り下げるほど、深く掘れば掘るほど、プラスマイナスの感情を掘れば掘るほど上物がブレにくくなるんですよ、人に何言われても。なるほど。じゃあちょっと2人組でワークやりますか。やりましょう、はい。まあ、今ね、はい、言ってくれたみたいに、未来大事なのはできるだけ身体感覚研ぎ澄まして感情が湧くことが大事、うん、でその時にどうしたら湧くかあったら、手足をとにかく大きく動かしてほしい。ちょっと皆さん下にしてこう縮こまってくれてもらっていいですか。で、しょぼい顔しながら、よし頑張るぞみたいな気持ちになってください。なれない、なれないですよね。じゃあ座ったまんまでね、荷物置いて手を大きく伸ばして、今日は思いっきり伸ばせるわ。天井見ながらニコッと笑いながら落ち込んでください。絶望したわ、死にたいわ。つまり体の状態と心の状態は密接結びついてるんです、はい。だから未来をできるだけ体感情を大きく使って今から表していきます、うん、平本さんのねコーチングの面白いところっていうのが、はい、普通と違うところはここなんですけど、うん、ついつい言葉でその人から導いてしまうっていう。だって言葉って何、相手が認識する表現でいうと 7% ぐらいですよね、はい、そうなんですよね、はい、なのでやっぱり 93% に影響を及ぼすことができてないわけですよね、うん、で脳みその構造でいうと一番これ大脳皮質がありますけど、はい、これ一番初め魚だったり爬虫類だったらところからこうどんどん巻かれていって、一番新しいところがこのロジックを考える脳みそなんですね。分かるんだけど動けない大きな理由は、実は感情とか行動を司っているのはこの脳幹に近い爬虫類レベルの時の脳みそが要は司っているんで、ここに刺激を与えない限り行動が起きてこないんですよね。でついつい本読んで分かった、もうめちゃ成功できるわ、動けないっていう状態になるのは、その表面だけで捉えてしまってるっていうことなんですけど、先ほど言われたように体を動かしてっていうのは何かというと、そこの脳へのアプローチなんですよね。それを普段からやられてるのが本当に面白くて、そして新しくてっていうのを感じます。はい、大脳品質は夢描いたりやりたいことを見つけるのに使っちゃダメなんですよ。大脳変形扁桃体、感情の脳を発火させて、うわーって、私今までコーチングした中で触れてないのに2人鼻血出たんですね。夢があまりにも嬉しすぎて、もう興奮して触ってないのに鼻血出るぐらいやったらそれは叶いますよね。で、夢描くときは大脳変異系で描いて、実現させる手段は大脳進出でロジカルに大人の脳不可能。使い方みんな逆。やりたいことを大脳進出でやるから、紙面の上で描いて、これやりたいな、こんだけ儲けたいな、こんなことしたいな、ほんまかいな、わからんみたいな感じなんですね。感情がやりたいっていうのは子供の。実現するのは大人脳で冷静に戦略的。はい、じゃあ体を動かしましょう。はい。で、もう一つだけお話しすると、この夢叶えた人は今まで9万人コーチングしてきて、実は5年10年20年後がやりがいな人はなんとたったの2割、
残これビジョン型って私言いますけど、うん、残りの8割は価値観型といって、5年10年20年頃か1年後のビジョンすら浮かばない。そんな人は過去の楽しかった充実体験を思い出しながら、自分にとって何が大事か価値観を掘り出して、価値観を日々の仕事や日常で活かせると、それが幸せって人を見ます。何の仕事をしたいかは何でもいいんです。価値観が満たせればいいです。これがなんと8割。僕衝撃、僕はね目標を決めて逆算する、そうやって教えてきたし、2割なんですね、はい、で価値観、目の前の人を笑顔にとか、はい、毎回毎回ありがとういただくみたいなテーマを持って価値観を重要視していく人たちが全体の8割なんです、ね、8割ですね。ちょっと質問してみたいと思いますけど、目標逆算型の人、俺大体ね2割ぐらいですよね、なんとなく。私はテーマ型かな、価値観型かなっていう、ほら多いですね。あららららら、なるほどな、今まであかんことしてきたなこれテーマ型の人伸ばす方法知りたいわ、はい、まあ、テーマ型の人はあんな風に過去の充実した場面ありありと思い出して、うん、それの何が良かったか価値観引き出して、その価値観が明日どう生かせる、明後日どう生かせる、し明後日どう生かせるって、日々の生活の中で昨日より今日、今日より明日、明日より明後日、1パーずつでも満たされると幸せやし、成果出てくるんです、うん、そうなると自分が大切にしている価値観が一体何なのかが分かっとかんとあかんですよね、はい、そうですね、うん、はい、逆に僕が、価値観型の人をサポートするんだったら、この人が大切にしている価値観を認識してないとダメですよね。そうなんですよね、うんうん、僕が答え言ってしまうと僕の押し付けになってしまうから、うん、なんかパワハラっちゃうけどカインドオブやわみたいなね、はいはい、感じになってしまうわけですよね、はい、なるほど。あとあるエンジニアで、ある人はありがとうと言われることが嬉しいから頑張る人もいるけど、うん、あるエンジニアはありがとうってのは別になんだけど、こだわってるねって、そうっすかこだわってるんですよって急に思い出す人いるんですね。あ、みんなありがとうじゃないですね、ありがとう嬉しないけど、こだわってるって言われてむっちゃ燃えるとかね、こんなにたったそれだけなんですよ。もうこだわってって言われるだけのために、ある人は変わってるって言われたらすごい恥ずかしいけど変わってるよね、いやもうなんか照れますわっていう感じで人からするとちょっとどうって思うけど、本人はそれが嬉しかった。僕変わってるって言われると本当に嬉しいあの価値観をね、あのいぶし出すというか、こうあのその人の大切にしている価値観をこう、うん、何明るみにしていく方法として、はい、あのあれいいですよね、どういう人を尊敬してはんのっていう。あ、いいですね。私こういう人を尊敬してて、うん、お世話になった先生なんで、どういうところを尊敬してはるの、うん、って聞くと、はい、誠実なところ、はい、おしゃれなところ、うん、何々のところって、うん、その人が大切にしている価値観がこう出てくるんですよ、はい、その人はあたかも尊敬してる人の素敵さを語ってるんですけど、うん、そこへ反応するってことは、その人がその価値観を重要視してるからなんですよね、うん、はい、それを大脳品質でも全然いいけど、大脳品質でもいいけど、偏見とて感情レベルでその人になりきるともっと深いのが出てくる。あ、出てくるんですか。そうなんですよ。そしてここに書いてあるように今言ったのはモデルプラスだったりとか、うんうん、あと過去プラス、はい、これ楽しかったとか、うん、逆にこれクソ言わなくてもクソってあるでしょ。あります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 。あのシーンをありありたくーっと思い出したら未来どうしたいか出てくる出てくる。過去マイナスですね、はい、過去マイナスから未来プラスを出してくること ね、 そうなんですね。過去の悲しかったこと悔しかったことから未来の喜びを、うん、は何なのかっていうことを描き出してくるという、うん、こう持ってくるということですね、はい、あとはこうなったら最悪やなっていう未来は、うわありません、ね、絶対絶対嫌。いや、じゃあほんまはどないしたいって未来プラス持って。おお、これみんな一人一人壮大な世界が動いてるよね、はい、頭の中で。もしくは何の制約もなく、もう性別も年齢も国籍も全部、容姿も全部変えられるとしたら、血筋も全部、国までどんな未来になったり。歌手かな。おお。歌手で例えばどのいうシーンが印象的ですか。アメリカンフットボール の、 ああ、あの一番大きいやつなんで、ね、あれのハーフタイムショーのスーパーボールのハーフタイムショーのマイケル・ジャクソンみたいな感じで、ああ、うん、さあ例えばどっちから出てくるか、下から出てくるか。下からですね、はい、はい、
じゃあちょっと今からマイケル・ジャクソン再現するんで、ちょっとしゃがんでってもらっていいですか。しゃがんでて、その時間ありますか。はい、あります。はい、しゃがん、はい、じゃあ皆さんはもうこれマイケル・ジャクソンなんでもうそう出してヒューってもう来ますよ。ちょっと荷物全部下に置いて、はい、一瞬ですから、はい、そうだ立ちますよ。はい、あの いきなりヒューっていう感じで盛大な握手お願いします。ではいきます。スーパーボール、ウェルカムトゥースーパーボール、たくみん山崎。これ照れくさいわ、照れくさい。マイケル・ジャクソン、あれ10分間立ってるだけやからね。そしてそれのちょっともう一回立ってるだけの感じもいいです。もう一回クーだけお願いします。せーの。これの感じの何がいいですか。これの感じの何がいいですか。自分の存在が人をハッピーにさせてる、うん、ただ立ってるだけなのに。あ、それが価値観なんですよ。あ、自分の存在が立ってるだけで人をハッピーにするってのはどんどん増えていったらどうですか。やばい、それやばい。そんな未来プラスになったら、うわやばい、あやばいです、はい、じゃあちょっとちゃんため石と座ってもらっていいですか、うん、じゃあ今から歩き回るんで、もう1メートル以内に来ただけで、はぁーとか言って幸せになっていきますからね。どこに行くか分かりませんからね。じゃあ適当に歩いてみてください、はい、気を失わな。はい、どうですかね。これが価値観ですよね。なるほどね、やっぱ好きですね、はい、でこれ大事なのは大脳品質、頭おつむだけで考えたらこれ出てこない難しい言葉で臨場感。臨場感、もうまるでここで起こってるかね、臨場感。シミュレーションして体表情姿勢をなるべくその時にして、その聞こえてくる音声匂い味まで思い出して、ああ自分の存在がいるから人をハッピーしてるってところまで出したいです。なるほどなるほど、うん、確かにそれ僕重要な価値観ですね。ですよね。じゃあ引き続きますね、はい、ざっくり今それ10点満点中何点ぐらい、ここ最近 2,3 ヶ月満たされてそうですか。ざっくりその価値観、その価値観、今の価値観、その10点満点で存在してるだけでもうハッピーにしてる。まだ6点ぐらい、6点ぐらいですね。はあ、じゃあ6点の中身1つ2つちょっと印象的な場面を教えてください。まあまあ、コロナでいろんなとこへ行けなく、セミナー行けなくなってるので、うん、ズームでみんなと会ってるんだけど、うん、はいはい、ズームでこう顔が出てきた時に名前呼んであげるだけで、はい、その子がパッとこうなる瞬間に役に立ててるわっていう気持ち、はいはい、じゃあちょっと目を閉じて思い出してください、うん、その子の名前呼んでるあげてるって、うん、バッっていうシーン、うん、はいはい、さあ今度これが 6.5 とか7になるにはズームじゃなくてもいいよ、どういうことが起こったら 0.5 とか1点ぐらいこの上がるか、僕自身がそのことをもっと意識すること。なるほど、自分の存在によって人が幸せになっていく、うん、その自分なんだよっていうことを自分が自分に言ってあげることによって、そのエネルギーがぐーっとこう出ていくと思うんですよね。じゃあ目を閉じて、はい、さあ明日の朝起きたとしてください、うん、自分の存在してるだけで周りをハッピーにしてる、どの場面から思い始めますか、明日の朝の、明日の朝のどのタイミング、はい、もう起きてすぐか、シーツの中にいる時か、トイレ行ってる時か、洗ってる時か、メールしてる時か、なんかパソコンの前に座った瞬間、はい、そうするとなんかこうパソコンがつながってるじゃないですか、はいはいはい、それを通じてはーってエネルギーを送ってる感じですね。じゃあちょっと想像してください、うん、明日起きたら、うん、パソコンの前に座った瞬間、うん、向こうにファーって言ってる、うん、さあこんな風に過ごしたら明日何点ぐらいになってますか。存在してるだけで8点。おお、拍手お願いします。おー、8点っていうのが価値観型的な夢の叶え方なんですよ。これを次の日9点9点5 9点9点どんどん上げていったらどうなると思います。いやすごいですよね、はい、まず発想が変わるしやることが変わりますよ、はい、結果としてそうなってきますよね、うん、あ、うん、なるほどね、はい、今ちょっと自分の世界にいてるのを今俯瞰して見てるんですけどだから要はその人の大切にしてる価値観が、はい、その人の
10点満点のどこにあって、はい、でそれを 0.5 とか1点加点するにはどうしたらいいのって聞いてあげると、はい、その人なんかが答えが出てきて、でその前にまずは点数の入ってる方を聞きたいんですよね、6点の中身を。ああなるほどなるほど、はい、しかも大脳品質レベルで頭でおつむで考えるんじゃなく、なるべくそのシーン、うん、ズームに見えてくる一人一人の表情での名前読んだ時のシーンを今ここで起こってるかのように臨場感を持って、うん、感情を使って味わい切ると、うん、プラス1点の答えが出やすくなる。なるほどね、わかりました。まとめなくて大丈夫だって、だってあと3つあるからね、はい、心配なんですよ。行きましょう、はいはい、じゃあ、はい、じゃあ、夢を叶える人とサポート、今からね2人で、コーチングし合いっこします。じゃあ、立ち上がってください。じゃあどっちが夢叶える人サポートする人、ちょっと2人で決めてください。はい、じゃあすぐ交代しますからね。それでは、2人横並びに立っていただいて一歩前に進んでください。2人で一歩前。さあこれから夢叶えてるシーンは実現した場面をできるだけ体感情を表してください。でサポートする人はなんだかよくわからないけど相手よりも大きく動きをしてください。相手が、夢叶える人がとにかくジェスチャーをやったとかやったとか、そういうのやりますんで、一歩前に出た時に叶ったってことですね。叶ったシーンをね。でその叶った喜びを体で表現します。そうするとそれを見てたサポート側はその人以上に表現をします。はい、それを見た叶えたい人はそれよりも2倍大きくします。はい、でそれを見てた人はそれを2倍、ちょっとお互い2倍で大丈夫、ついてこれてる、はい、OK、他言う、一歩出ると叶います、叶えた喜びをやったーってやるとサポートする側はその2倍でやったー、それを見てその2倍でやだーやだーっていう感じですね。見てみましょう。はい、さあで特に価値観型の人は別に未来ね何十年後じゃなくて来週それが叶ってありがとう言われてこだわってるなって言われてるシーンでいいですから、一歩戻りますよ。叶える人は目を閉じてありありと想像してこれから一歩踏み出したら叶います。サポートする人は同じように一歩で相手よりも2倍声を出してください。では一歩踏み出して、では叶ったシーン、見えてくる風景想像して、聞こえてくる音声想像して、匂いと味まで想像して、では体を動かしながら声出してください。ではどうぞ。よっしゃ、はい、ありがとうございます。じゃあ、そのまま行って、さあ今度はその一歩前のまんま20秒ぐらいでどのシーンかだけ教えてあげてください。でサポートする人は自分が叶ったとしたらどれぐらい嬉しいか、この想像つきますんで20秒ぐらいで何が叶ったかだけ教えてあげてください。どうぞ。何が叶いました。はい、では一歩後ろに戻って、はい、一歩後ろに戻りますよ。せーので前行きますから、今度サポートする人は何が叶ったか想像つきますよね。もうそれ自分が叶ったかのようにさっきよりも行きますよ。では目を落として2人とも前に一歩行きます。せーのどうぞ。素敵、やったやったやった。はい、さあではまた一歩戻って、さあ今度はサポートする人はサポートではなくこの人の夢を邪魔する人になりきってほしいんですよね。でそれは人ではなくてその人の心の中にある心のブレーキを演じます。なので前に行く人、夢叶える人は腕か肩かどっち抑えられるかとりあえず適当に今決めてください。10秒でどうぞ。どっちか抑えます。腕で。さあじゃあちょっと見本見せますね。はい、こんな風に前に行こうとしながらなんか話せとか行きたいとかやりたいとかなんかねこう叫んでください。はい、せーのどうぞ。なりたいね、なりたいね、なりたいね、なりたいわけよっていうのを言います。で今度は役割を交代します。私が山崎匠になってこっちは山崎匠の心のブレーキになります。はい、でなりたいねやったっけ。なりたい、なりたいねん、なりたいねんっていうのでこの人が
もう一人の自分の声を演じます。もう一人の心の声、これ大脳真実だと出てこない。感情を体を動かすから心の中のブレーキを出して、なりたいねん、みんながついてこうへんわけよ、なりたいねん、みんながついてこうへんわけ、なりたいねん、みんながついてこうへんわけ、なりたいねん、え、なんでしたブレーキ、みんながついてこうへんわけ、おっていう風に心のブレーキを出すんですよね、はい、そしたらみんながついてこうへんねんっていうのと、邪魔されてるんやったらいつまでたっても前進まないから、これが2人で腕組んで前で行くとしたら、もう一回行きますね、行くとしたら、行くとしたらどんな声が聞こえてきますか。目標がみんなのものになった瞬間ですよね。だからみんなのものになった、なんか言ってください。一緒に行こう、一緒に行こう、一緒に行こうで2人で言ってください、はい、こんな風に心のブレーキを一瞬で統合しますからね、はい、じゃあまずは心のブレーキ役の人、ただひたすら力ずくで止めるだけで、前に進めながら話して行きたいのやりたいのって、まずは行きたい方の心の声を言ってください、はい、では10秒間お願いします、どうぞ。はい、では交代しますね、はい、もう一回確認しますね。この交代というのは今前に行こうとしてた人の役をサポートが演じてるだけですからね、演じてるだけ、いいですね。で、前に行こうとしてる人のもう一つの声が後ろで引っ張ってますから、これサポートは存在しません、代役今してるだけですから。なりたいねなりたいね、みんながついてこへんわけみんながついてこへんわけ、別にこんな顔しなくていいですからね、なるべく同じ、じゃあ行きます、せーの、どうぞ。はい、ありがとうございます。何かしら心のブレーキ見つかった人、あー素晴らしいですね。さあ、これは今度は腕を組んで一緒に、どういう風な声が聞こえてきたら一緒に行ける感じがするか、見つかるまでやり続けてください、どうぞ。はい、何かしら見つかった人、イエーイ。じゃあ今度反対いきますね、はい、交代、今度交代いきますね、はい、サポートする側と叶える側が交代ね、交代ですね。さあ、では今度夢叶える人手を挙げてください。じゃあ手を下ろして、ビジョン型の人は未来のビジョンでもいい、セブンポッケットできてその後先でもいいし、価値観型の人はこういうこと大事に来週生きたらいいなみたいなシーンでいいですからね。じゃあちょっと目を閉じて想像して、ありありとそうなってるなっていうシーン想像して、一歩前出たら夢叶った人はやったとかよかった、できるだけ体感じを表して、サポートはそれの倍、それ見た人はさらに倍、それを見た人は倍、倍倍ゲームでいきますよ。では一歩前にどうぞ。はい、ではですね、今度は止める側いきますからね、はい、行きたいねんとか話せとか何でも言ってください。ではどうぞ。はい、では交代いきます。はい、心のブレーキ出るまでやり続けてください。ではどうぞ。はい、心のブレーキ出てきた人、それでは2人で腕組んで何回でも何度も何度も行きながら見つけてください。ではどうぞ。とりあえずジャンプ、はい、拍手お願いします。はい、ではちょっと感想を2人でシェアしてください、どうぞ。はい、このあれですよね、こう体を動かすから出てくるっていうのがすごいですよね。そうなんですよ。でまた自分がこう進もうとしてるのがこう邪魔されてるんだけど、それが何なのかは変わった時にファッと出てくるよね。そうなんですよ。僕実は経験がございまして、はいはい、僕バリ島でだいたい毎年150人とか200人連れてって、うん、やるんですけど、うん、まあ、現地の人とやり取りしながら、うん、パーティー会場を設定して、うん、まあ、やるのね、はいはい、だけど実際ね、現地に行ってみないと何ができるかわからないし、うん、どういう空気感って写真では伝わってこないので、はいはい、どうするかっていうと、うん、前乗りして、うん、パーティー会場に入って、うん、でバス何時に着くといいんですか、夕日何時にし、ま、沈むんですかから逆算して、今です、今のタイミングでバス着く形にしてみたいな、でどういうのを準備してもらってるんですか、あ、ここは花びらが置いてあって、ここにゲートがあるのね、なるほど、入ってきて、うわー、こう入ってきて、うわー、足りないな、なんかここ寂しいな、ここのスペースが足りないな、で何、こう来て海があってビーチがあって、ここがドリンクバーで、ここが並ぶわけね、フードっていう、へえへえ足りないな、
もう一回ちょっと入り口行ってみますわ。入ってきて、あ、降りてきた。ここバザーにしてください。ここあの髪の毛編む人2人ぐらい連れてきて、これ全部何人やってもうちが出すんでタダでやってくださいって。で出てきて海、わあ海、わあ海、海、馬2頭持ってこれません、いや、なんとかなります。じゃあ海に馬2頭用意してっつって、でそれ誰でも乗れるようにしてってやって、まず自分が やってみんなが経験感情体験してほしい、その状態を先に作ってギャップを見るんですよね。でそのギャップをわーとかやりながら、あ降りてきたっつって、そのアイデアを、旅行会社の人とすり合わせながら、用意できる用意できないみたいなことをやりながら、もその人がここまでの状況になってほしいっていう感情のレベルがあるんですけど、そこまでこう連れていく、こと一人で、だから旅行会社の人すごい変わった目で僕のことを見てるんですよ。一人であーとかやってるからということと同じなの分かる、はい、これ今やったことが、ね、これね心理学的に言うとキーワードは臨場感、はい、臨場感でも今ここで起こってるかのように見える聞こえる感じる、はい、でシミュレーション、さっきの女の子もそうですよね、過去離婚がした何したいのをシミュレーションしていきたいんですよね、うん、そして自分目線じゃなく相手目線、うん、今タクちゃんはバリ島に来てその時間帯にバス降りた人の目線に入るんですね、タクちゃん目線じゃないですよ、うん、来てる人の目線でここの目線に何がある、うん、あと大事なのが頭じゃなく身体感情ですよ、うん、頭だけで考えたら、まあ、バリ島やからこういうのあったらええんちゃう、こんなん出していったらバリらしいないうの何分頭で考えても相手目線で感情が動かんかったらあるけどなんかいまいちやな、うん、これを彼はナチュラルにやってるからこんな成功してるんですよね。お、まあ、変な目で見られるのは確実な、はい、ことなんですけどね。でコーチングもカウンセリングも、うんうん、この感情とか身体を使わずして、な例えばカウンセリングも後でやりますけど、なんぼ頭で自己中を自分のことを受け入れなさい言うて、なんぼ本読んでも頭大脳真相は分かるけど感情レベルでそうやなっていうふうに落ちないのは、うん、身体感情を使ってないからなんです。あ、ということはやっぱりこう話聞いて腹落ちしていくまでのところっていうのは、はい、聞くだけじゃなくて体を動かして腹落ちさせていくっていうことも一つありますよね。それはむっちゃ早いしスパッと解決するんですよね。はい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 、そういうことね、ああ面白いね、いや今のもめっちゃ面白かったね。じゃあ次行ってみましょうか、はい、今度はチーム力を上げたい、はい、おー、はい、なんかねうちのチームは向きバラバラみたいな人がいればこれをなんとか合わせたい、上もバラバラ下もバラバラ、なんかチーム力上げたい人誰かいないですか。バラバラチーム力上げていきたい、はい、はい、じゃあ拍手お願いします。はい、どうぞ。平本式のコーチングの面白いところは中身何にも話さなくてもコーチングができるんですね。何人ぐらいのメンバーが今想像してますか。メンバーはだいたい20人から、はい、じゃあその中で典型的な 3,4 人だけちょっと想像してもらっていいですか。向きが違う人、はい、アルファベットで K さん Y さん M さん、なんかちょっとね自分だけ分かるように教えてください。D ちゃん、 E ちゃん、はい、あとは T ちゃん、 T ちゃん、 H ちゃん、 H ちゃん、 ETH さん、 A ちゃん、 A ちゃん、これぐらいね、はい、そしてお名前は。私は南です。はい、南さん。さあ例えば未来向こうに向かうとして、南さんはリーダー、それともこうどっか違うミドルのポジション。リーダーを補佐するサポートのポジションです、うん、OKOK。 じゃあ例えばリーダーがここにいるとします。真横で補佐してるのか真後ろから補佐してるのか横から補佐してるのか、むっちゃ近いとか遠いとか、補佐なのに前に進んでるとか、向きがちゃんと向こう向いてるとかこっち向いてるとか、なんかあっち向いてる子こっち向いてる子、もしくは前向いてるけどえらい後ろの子みたいな感じでちょっと表してほしいんですけど、なんかあるものからもらっていきますか。はい、じゃあまずリーダーは誰ですか。何ちゃん、リーダーは、リーダー的存在は、あ、じゃあリーダーじゃない、あるやつからまず置いてって。そうですね、はい、こういう感じで、あとなんかまだ T ちゃんはどれかな。 T ちゃん、 T ちゃん、 T ちゃん、はい、じゃあまず
自分でどんどん置いていって、これが今現場検証中ですね、はいはい、彼女の心の状態が正確にここに現れてくるのを聞き流さずに一つ一つ形を、椅子を動かしていいよ、これもうガバッと思いっきり動かして、もう適当に置いちゃって彼女が全部決めるんで、向きも右とか左とか、で多少右とか左とか、あっち向いてるそっち向いてる、距離感も全部、さあこんな風に人間関係を椅子の位置向きで表すことで今のチームの現状を見ることができます。さあ誰と誰が仲がいいとか、誰と誰が仲が悪いとか、仲が悪いわけじゃないけど疎遠やとか、距離感で、これが30人って言ってましたけど、今まで某航空会社7000人の CA さんでも、まあ、7、8タイプで分けることができます。典型的なのはそんな何百タイプもいないので、まあせいぜい5、6タイプ、7、8タイプね、面白いね、こんな感じ、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあどっかからかちょっと座ってみて、まずはどこから、はい、ここでもいいですね、はい、さあイーちゃんなりきって、イーちゃんはどんな表情してる、ここの表情がポイント、イーちゃん、説明しなくていいんで実際やってみて、もうちょっと強調して、姿勢ももっと強調して、もっと強調して、はい、いいよいいよ、そういう感じ、こういうふうに体を表すことで心が再現されます、うん、さあ口にはしないけど腹の中で思ってるよね、多分言ってみて、こういうこと言ってそう、何言ってるか先生分からへん、何言ってるか分からへん、誰の言ってること分からへんの、先生、うん、何言ってるか分からんね、うん、じゃあ今度こっち行こうか、 A ちゃんなるべく同じようなテープちゃんと貼ってもらっていいかな、はい、なるべく A ちゃんっぽい姿勢して、はい、もっと強調してもっと強調してさあ、もっと強調しながら、この子心で何て思ってそう、言うてることは分かるけどまだ何していいか分からへん、言うてることが分からへんけど何していいか分からん、うん、はい、じゃあ今度こっち行こうか、なるべく強調して、心で何て言ってる、ちょっと楽しそうやけどでもついていかれへんな、ちょっと楽しそうやけどついていかれへんな、はい、じゃあ次行こうか、リーダー、これはここが結局リーダーになっちゃうんで、私がリーダーになるんで、はい、じゃあ、はい、T ちゃんなりきって、この人、この子は何て言ってる、心の声、絶対頑張ろう、絶対頑張ろう、うん、はい、さあこっち行こう、正直言うてこのメンバーの中で本音を言うと、ちょっと正直どんな表情になる、どんな気分になる、もうここだけの話、ちょっと極端にやってみて、ちょっと一瞬後ろ振り向いてみて、このメンバー見て正直どんな気持ち、頭痛いなと、さあこれが今のチームの現状ですよね、こんな感じで今起こっている20人のチーム、頭痛いなってやります、じゃあちょっと立ち上がって、さあ今度はそうは言うてもイーちゃんのいいところってあるよね、これ多分みんなにとっていいし役に立ってるって、どんなとこ、で自分のできるところがあったらすごい強調して動かしていく、できるところあったら強調して動かす、はい、さあいいね、 A ちゃんのいいところは、 A ちゃんは、うん、苦手なところが自分で気づいとって、そこを何とかしようとしてる、はい、それはみんなにとってほんまに役に立つんか、そこよりもっとあなたこれ得意やから伸ばしたらええやんってなるとしたら、そこなんよね、苦手なところを何とか伸ばそうとしてても苦手なまんまやったら結局何とかあんた役立ってないやんって空気出てくるよね、みんながそれ助かるぞっていうところは、みんなが助かるぞ、うん、じ
じゃあちょっと考えていて、どんな組織も思い通りにできる方法がたった一つあります。本人も自分も頑張ってて、周りあんたそれ出してくれたらむっちゃ助かるわっていうところをもっと出せっていうのは人間言う通りに聞きます。ちょっとさっきの人と A さん B さんちょっと決めてもらっていい？さっきの2人どっちかと A さん座ったままでよ。はい、じゃあまず A さんが B さんにこんなふうに言ってください。 A さんが B さんに、ね、B さんこのまま言ってくれ、あんたここ直して、あんたここ悪いから直して、あんたここ悪いから直して、ただこのまま5回あんたここは悪いから直してってただ指さしながらそのまま言ってください。ではどうぞ。じゃあ今度は倍返しいきます。 B さんが A さん、あんたここ悪いから直して、あんたここ悪いから、このまま言ってください。どうぞ。はい、拍手お願いします。むっちゃ嬉しかった人どれぐらいいますか？ちょっと気分悪いなって思う人、気分悪いですよね、大体ね。直せって言われたら、人間を思い通りに動かす方法は、あんたここ悪いから直して、あんたそこ悪いから直してじゃなく、あんたそこ助かってるからもっと出して、このまま言ってください。今度 A さんが B さんに、あんたそこ助かってるからもっと出して、あんたそこ助かってるからもっと出して、ニコって笑顔で A さんが言って、このまま言ってください。あんたここむっちゃ助かってるわ、もっと出してもって、言ってください。どうぞ。はい、では交代お願いします。交代どうぞ、交代どうぞ。はい、ありがとうございます。こっちのが気分ええわいう人、ちょっとそれもっとやってもええわいう人、ここなんですよね。相手の能力発揮するのはあかんから直せじゃなく、もうすでにやってることの中でもっと出してもらうと、チームがもっと良くなるものを発揮する。さあ、彼女の A ちゃんのところで助かってるところなんですか？明るくて元気なところ。いいですね、明るくて。はい、じゃあ今度 H さん行きましょう。振り覚えは悪いけど。何が悪い？振り付け覚えは悪いけど、はいはい、さあ、これ振り付け覚え悪いけど、じゃあ隣の人に、あんた振り付け悪いよってお互い言い合ってくださいと。あんた振り付け悪いよ。はい、そうなんよ。振り付け悪い言われたらもう最初落とされるよね。そう、悪いけど、その先行こうか。表現力があって、いいよ、表現力があって舞台で輝いてる。はい、表現力で舞台輝いてる。さあ、 T ちゃんのいいところは、表現力あって輝いてるよってお互い言い合って、どうぞ。はい、じゃあ T ちゃん、はい、そう、これが出てこないとね、なんであんたそこあかんのみたいな感じになってしまうよね、うん、さあ、踊ってるの思い出して。そう、そう、すごい舞台でキラキラ輝いてるティーちゃんが大好きです、うんうん、特にどんな時輝いてる？特にジャンプしてる時。いい、ジャンプ、ジャンプね。そして何よりも自分、どんな時、これね、自分を認めてあげられないと他の人も認めてあげられないのよ。実は人のことが認められない人は、自分のことが認めてあげられない人、自分のとこどこ、じゃあちょっとここ座ってみて。じゃあ拳をぎゅっと握りしめて、歯食いしばって、私こんなとこ頑張ってきた、そのまま言って、私こんなとこ頑張ってきた、どんなとこ頑張ってきたん今まで、今まで、うん、勉強も頑張ったし、ダンスもバレエも全部頑張ってきた、あ、毎日週5でレッスン行って、うん、泣きながら怒られながら頑張ってきた、うん、その中で自分ここは誇りに思えるのがあるとしたら、自分の表現力は自信がある。表現力よね。拍手お願いします。すごい。じゃあ立ち上がって、赤字あるよね、もっと彼女にジャンプのチャンスあげて、もっと明るさ元気のいいところに出させて、そして協力できるところをどんどん出して、これがあるとしたら理想の状態、何の制約もなくていいから思いっきり椅子の位置を変えてみて、はい、もうガバッと。さあ、やってる間解説します。こんな風にやっててね、はい、あんたここ悪いからこれ直したよ、あんたここ悪いから直したよ、あんたここ悪いから直しちゃうよ、言われたらだんだん人離れていくよ。私こんなに週5も頑張ってんのに、学校も勉強してダンスして、なんであんたら頑張れんのみたいな感じになるからね、そう余計去るんよ人が。だんだん人が嫌いになる、もう私一人のがええみたいになる。その代わり自分も頑張ってるのを認めてあげてほしいし、この子たちも頑張ってるとこを認めたし、とはいえぶっちゃけ彼女ほど
この後ろの子は頑張ってないよ、ほんまはね、努力度は言うと。でもその中でも増えてほしいところ意識向けるともっと増え出して実は頑張り出すんよ。もう一回言いますね、頑張ってないからあんた頑張ってないって言うんじゃなく、笑顔はええよね、その笑顔ええよね、その笑顔ええよねって言われるとどう、あ、え、あ、じゃあもういいわってならんや。そのジャンプいいよね、そのジャンプいいよねって言われたら全然頑張らん子もジャンプジャンプって言ったらジャンプ頑張り出すんよ。明るいね明るいね言い出したらもっと明るくするんよ。はい、さあこうなったとしたらちょっとここのお席行こうか。はい、どんなこと言ってそう、 T ちゃんそのまま座っちゃっていいや。はい、なんて言ってそう。めっちゃ楽しい。何が楽しいの。飛んでんの楽しいわ。飛んでんの楽しい、飛んでんの楽しい。じゃあこっち行こうか。はい、飛んでんの楽しいって言わしたい。はい、こっちは兄ちゃん。ステージめっちゃ広いけど、もうどん広いからいっぱい動かせるし、とにかく楽しい。いっぱい動かせるのが楽しい。じゃあこっち行こうか。この子にはとにかく飛ぶチャンスを与える、いっぱい動くチャンスを与える。 H ちゃんは、あ、頑張ってきてよかったな。何を頑張ってきてよかったん。この子は練習いっぱい頑張ってきてよかった、はい、特に何の練習頑張った。特に自分の苦手やったストレッチとか、うん、つま先伸ばしとか頑張ってきたから。ストレッチやつま先伸ばし。さあこんなに言われたらどう。 H さんの席行ってて、私が皆さんやとして、あんたストレッチとかつま足伸ばし頑張ったな、ストレッチ頑張ったな、つま先伸ばしよう頑張ったな、ストレッチ頑張ったな、つま先伸ばし頑張ったなってどんな気持ちなんじゃ。頑張ったん当たり前やしってなっちゃった。でも嬉しいやろ。でもちょっと嬉しい。そうなんよ。はい、こっち行こうか。この元気で明るい子、このポジション来たらどんな気分。踊りって楽しいし、表現もっとしていいんやなって気づく、はい、表現していいんやな。じゃあこっち行こう。さあみんなこんなこと言ってます。飛んでるのが楽しい、ステージ広いから楽しい、ストレッチとかつま先伸ばし頑張ってきた、表現って楽しいなぁ言うてたら自分どんな気持ちなら。嬉しい、頑張って作品作ってよかったなって。特に何が一番嬉しい自分は。みんなのそれぞれの成長度合いとまとまってる感じが出てきたから、すごくちょっと嬉しいです。みんなの成長度合いとまとまってきた感じが嬉しい、はい。ちょっと後ろ立ってこっちから行こうか。こんなチーム見てどう。嬉しい。さあこのチームを目指しましょう。いいですかね、はい。さあまあ、まあね、あの90分ぐらいかけたらもうちょっと丁寧に一人一人どう関わるかいろいろもうちょっと省略しますけど、最後にこの後ろに立って自分にこんな風に言ってあげて、今まで思い出して、ダンス始めて何年になるか、最初どんな思いで来たか、辛いしんどい時もあったし、もうやめたいわとか苦しい時もあって、全部バッと思い出してみて、私こんなに頑張ってなんであんた練習せんのってムカつく時もあったし、でも最後こうなってるシーン再現して想像して、これが今身体感情にアクセスしているの分かります。大脳品質理屈だけで言ってないんですよ。そうすると自然に涙が出てきます。そして最後こうなりました。舞台なんだかんだ言ってこのミナちゃんがみんなをまとめていって成長させた、そんな自分に何か一言、あんたようやったなって声かけてあげるとしたら、なんて声かけてあげる。ありがとう、大丈夫やでって。じゃあよかったら肩叩きながら、もしくはハグしながら、あんたよう頑張った、もう大丈夫だよねって抱きしめてあげて、声出して言ってあげて、
よく頑張りました。よく頑張りました。大丈夫です。このまま進んでいってください。このまま進んでいってください、はい、ありがとうございます。拍手お願いします。はい、どうでした。すごい、なんか嬉しいですはい、うん、さあ、みなみちゃんですけど、ちょっとでも自分の心感動したな、感情動いたなって人どれいますか。はあ、よかったら盛大な拍手お願いします。ありがとうございます。これはあれですね、壮大な一本映画見たぐらいの情報量ですよね、うん、これあの本でチームビルディングっていう形で本で書いたら、指摘するのではなくその人のいいところを見ましょう、一行で終わってるよね。そうなんですよね確かに。だけどこれはその子の立ち位置に座って見てみたり、全体の中の自分の囲むその人たちを見たり、その人の立ち位置から自分を見てみたりして初めてこう浄土レベルで出てくるお話ですよね。机上でやってしまうと頭の中でやるから、もうこいつあかんねんもん大体言うて、ただ怒って神捨てるみたいなねことになっていくようなことだと思うんですけど、これはすごいですね。そうですね。アドラーの考え方で全体論っていう考え方があって、うん、実は自分の中に矛盾はしない、うん、さっきの前に行きたいのと止めてるのって心のブレーキがあるわけじゃなくって、ほんま応援したい、うん、そしてアドラー 2.0 って平本式私勝手に作ったんが、実は人との中にも葛藤はないと私は思ってるんですよ。その人が邪魔してくれたおかげで気づけたこと、うん、成長できたことがあるって思うと人生むっちゃ楽。何が起こったとしても、極端な話コロナが起こったとしても、こんなに間開けられたとしても、だからこそ良かったことはって発想しだしたら世の中怖いものがなくなってくる。うーん、なるほど。これは今日来られた人がですよ、自分で持ち帰ってでチームビルディングしていくときに使おうとしたらどういう方法がありますか。いいですね、はい、例えば椅子をこうやって 3,4 個並べてもらって、うん、まあ今みたいに典型的な人いるでしょ、うん、で未来に向けて割と前に進んでる人、まだまだ遅れてる人、前向きな人、横向きな人、左向きな人って配置して、まずは現状、まずそれぞれの席に座って、この子と同じ表情を失礼しながら、この子こんなこと思ってんのやなって思うだけで OK。 あ、思うだけで OK、はい、これが一言で言うと相手の立場に立つという。ほんまですね。あ、ほんまですね。それ一行で相手の立場に立つだけやけど、こっから見える世界、こっから見える世界って違うわけで、さっきのバリみたいな感じで、うん、この子の中からバリ見るのと、この子の中からバリ見るのに違うバリなわけですよね、うん、同じように頑張ってる私から見たら、なんであんた頑張らんの、なんで言うてることわからんのっていう世界しか見えないけど、はい、私なりにここ頑張ってるんですけど、多分あるんですね、うん、相手の立場に立つだけで OK。 うーん、そして相手の立場に立ってそれが分かったら次の言うてあげてください、うん、あんたなりにジャンプ頑張ってんのやなとか、うん、あんたなりに明るくしてくれてんのやなって言うてあげるだけで、まずファーストステップ OK。 なるほど。その人の持っている全体に対する良きことをちゃんと言葉にして、はい、それもすごい助かってるからもっともっと発揮してねっていうね、ありがとうねっていうことを伝えてみる、はい、正確に言うといいことを伝えるんではなく、その人のおかげで助かってることを伝える。その人のおかげで助かってることね、はいはいはい、うん、さっきみたいに苦手なところは頑張ってるな、でも役に立ってへんでいう空気が出るんですよね、うん、でも明るくしようとしてくれてるなっていうと、うん、そうなんです、全然練習できないけど明るく話しようとしてるんですって言うと、ええやんって言われたらどうします。
練習やめますか、それで。もうちょっと頑張ろうと思ってね。そうなんですね。その人がいてくれてることで助かってることを、そうなんですよ、伝える、はい、あ、重要やな、うん、これはチームビルディング、あの興味のある人にとってはものすごい前に進みましたね、今日はね、はい、ありがとうございます。ありました。で、習慣にしたい、習慣、何か習慣化した、英会話とか早起きとか。手上がってますね、はい、じゃあ彼女行きましょうか、はい、じゃあ拍手お願いします。習慣にしたいことね。何を習慣にしたいですか。はい、朝早く起きて、ランニングしたい。はい。で、それができた時ありますか。できないですか。できた時はありましたが続きませんでした。はいはい。じゃあちょっとこっち来てもらってください。うん、まあ、全員あるよね、何かね、習慣にしたいことはね。うん。こっちがプラス、こっちがマイナスだとしたら、ちょっと一歩ここまで立って、さあ。朝目を下げて起きてください。じゃあ、そして朝起きれてジョギングできた時思い出して走ってみて、さあもう一回後ろ戻って、他の時もやれた時思い出して、一歩前で目が覚めて、あ、起きれてやれた時ありますよね、ジョギング、はい、さあ他には、他にやれた時、朝起きれて一歩前でて、あ、じゃあもう一回言って、さあちょっとやっておいてください、自分で。こんな風に過去プラスやれた時が必ずあるんですね。大事なのは体を動かしながら感情、身体感情レベルでやれた時も洗い出してます。大脳品質で出さないでください。感情を使って出してください。ありますね。じゃあ今度こっち来てください。できなかった時、やれなかったとか、もう最初から諦めた時ありますよね。じゃあこれは起ききれない、走りきれない状態でマイナス、ね、ああいう時ありますね。じゃあ1本、じゃあ他にもお願いします。ちょっと何度か言ってください。さあ、平本氏コーチングの面白いのは、中身聞かなくてもコーチングできるんですよね。大事なのは臨場感、シミュレーション。彼女がうまくいかなかった時のパターンを今レパートリー出してもらってます。できることなら一緒になってやってあげてほしいんですね。これ今解説してるから。今、じゃあちょっとこっち来てください。やれてる時とやれてない時、パッと見て何か違いありますか。朝起きた、朝早く起きれた時は朝から生き生き、ね、ああ、早く起きれるかどうかがまず一つのターニングポイントですね、はい、OK。 じゃあ今度こっち来てください。ここに巻いてあって、朝早く起きれたときはここが睡眠やとしてください、はい、もうちょっと戻って、はい、次の日朝早く起きれた前の日の晩、例えばお酒飲んでないとか、飲んだとか、話したとか話さなかったとか、音楽聞いたとか、お風呂入ったとか、寝たとき、次の日の朝起きたときのパターンありますよね、はい、じゃあ思い出しながら一歩前、ちょっと何パターンかやってください。続けてください。平本式コーチングは現場検証、探偵なんですよ。うまくいってる時のパターンを今探ってます。早く起きれたら走れる、じゃあ早く起きれる前にどんな事件があったのか今探ってるんですよね、はい、ありますね、はい、じゃあ今度こっち来てください。次の日の朝起きれなかった時、はい、前の日の晩どんなことやってるか思い出して、はい、1分前、こういう時もちょっと何度かやってください。はい、さあ、じゃあ前から見ましょうか。早く起きれたら走れる、早く起きる前の日の晩、早く起きる時と起きない時の前の日の晩の違いは、基本早く寝る、うん、でゆっくり入浴したり、うん、ゆっくり入浴して早く寝る、はい、うん、次の日の準備をして寝る、うん、次の日の、じゃあさらにこの囲いこうか、じゃあさ持っておきますね。
どういう一日過ごしたらゆっくり入浴して早く行くか、ちょっと思い出してください。仕事量が詰まってないとか、計画通りとか、人間関係揉めてないとか、どういう時は割とゆっくり入浴して早く寝ますか。しなきゃいけないことをさっさと済ませて、しなきゃいけないことをさっさと済ませて、早めにご飯、早めに入浴、はい、ですね、はいはい、じゃあ今度こっち行きましょう。ここで早く寝ました、はい、お風呂入りました、はい、気持ちよく起きました。そして前に行って気持ちよく走って、さあこの中で一番いい瞬間って何、走ってる時か走り終えたとか。走ってる時のこの朝の空気が気持ちいい、ね、じゃあちょっと走ってる時の朝の空気感じて、はい、もっと感じてもっと感じて、そしてこんな風に帰ってきた後どんな気持ちで一日過ごすと、もうあの脳が活性化してるんで、はい、もうしたいことが明確に見えて、はい、うん、段取りよく動ける、うん、はい、じゃあこっち行こうか。明日の日の朝思い出して、はい、早く起きて、はい、走って、風感じて、段取りよく、はいはい、どの辺のことを想像したら今日早く段取りして早く寝ようと思う？うーん、朝気持ちよく走ってる時を想像する、はい、さあどのタイミングでそう想像しましょう？前の日の晩なのか、日中なのか、午前中なのか、ずっとなのか。日中ですね、はい、はい、さあ日中のどのタイミングで明日また起きたらさあ風気持ちいいわ。お昼ご飯食べた後ですかね。あ、じゃあ明日の朝想像して、はい、お昼ご飯食べた後、はい、明後日の朝風感じて走っての想像して、はいはい、どんな気持ちでその日過ごしそうですか。夜帰ってからダラダラせずに、うん、さっさと用事を済ます、はい、そして早く寝ました。寝ました、はい、そして熟睡して早く起きました。寝ました、はいはい、うわー、目が覚めて風を感じて走ってください。さあもっと風、もっと風を、もっと風を、もっと風を、もっともっとっていうのを毎朝甘いお昼ごと考えましょうか。はい、どうでしょうか。あ、気持ちいいですね、はい、これぐらいにしましょう、はい、すごい汗かいてますね、ほんまに走ったみたいね。はい、ということで今どんな気分ですか。あの朝から爽やかに起きれてる気持ちいいですかね、うん、はい、っていうことを想像してください。5年10年20年後の目標じゃなくても明後日の朝起きれて爽やかに走ってるくらいは全然できますよね、はい、そしたらいろんなことをうまくいき出します。もっとありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。この習慣化のコツは何なんですかね。コツはまず問題場面を、殺人現場を発見したいですね、はい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 、つまりうまくいってる時といってない時のパターンを発見したい、うん、それは脳内のパターンか思考のパターンか言語のパターンか身体感覚のパターンか、うん、感情のパターンか、一切こっちでジャッジ判断想定せず臨場感で再現してもらいますよね、はい、そうすると早く起きれた時と起きれなかったってところから、じゃあ早く起きれたら走れるんですね、うん、はい、じゃあ早く起きてください。いや、それができんからそれができんからということは、ここの影響、この差に影響を及ぼす因子を今度探した、うん、早く寝る、うん、早く寝たら、ゆっくりお風呂入って早く寝たら早く起きれる、はい、じゃあ早く寝てください。それができんから言うてんねん。じゃあそれに影響を及ぼす因子はどんな因子かとやると、チャキチャキいろんなことをして準備を整えたらゆっくりお風呂入って早く寝れる、うん、その時ここだけ考えたらやっぱ気が舞いそうやから、あの風を感じてるのを想像すると、うん、
わあまた明日の朝も風感じれるわって、うん、ランチタイムに思ったら多分チャキチャキ午前仕事が進んでお風呂入る。でさっき言ってましたね、家帰った時あれどこやったっけさっきの方、ね、家帰ったら多分もうねこのランチで風想像したらもうダラダラしないでしょ。ところがランチで風を感じなかったらダラダラしちゃうかもしれない。うなずいてますよね。こんな風に影響にプラスマイナス影響を与えてる要因を見つけていくのが現場検証、うん、でできた時に手に入る喜びをどこで感じたらいいかっていうのを見ていくってことですよね。彼女の場合は未来プラスの方がモチベーションだから、うん、そっちに持ってきたけど未来マイナスの方が絶対やなりたないわっていうのがモチベーションの場合はこれ走らんと例えばブクブク太ってしまうでとか、うん、みんなからこんな怠けもんや言われちゃうで言われるとうわ私嫌やみたいな感じで頑張る人もいますね。はあはあ、あこっちの先があまりにも嫌だからここが選べるってことですか。つまりここですよね。彼女の場合は過去プラスと未来プラスをモチベーションにしたけど、うんあの時の過去の失敗を思い出した悔しくてやりたい人もいればこうなりたくないという人もいればセブン、ポケッツの先を想像した方がやる気になる人もいればさっき言ってたモデルあの人みたいになりたいもしくはうわあんな上司になる考えたら絶対セブンポケッツ欲しいみたいなモデルマイナスもいるんです、はいはいはい、ここら辺が全部モチベーションポイント、はいはい、ということですね。これが習慣化ね。習慣化についてなんか質問ある人いますか。次行っちゃって大丈夫。じゃあ最後の、セルフイメージを上げたい、あ上げたいもう手上がってますけどセルフイメージ上げたい人がここに手上がってますけど、はい、じゃあ拍手で、はい、拍手でどうぞ。上げたいと思う時ってどんな時ですか。一人になる時です。うん、例えばどんな時、家にいる時です、うん、じゃあちょっとその時の場面を思い出して、じゃあちょっとここ見て、じゃあ向こうが未来こっちが過去だとして、はい、一人にいている時ちょっとどんな気持ちか思い出して、いけるのかなっていう、うん、何がいけるかな、自分の目標いけるのかなっていう、うん、じゃあ目標いけるのかな、はい、はい、じゃあ右か左どっちかにずれて、はい、これ人といる時だとして、はい、この時は思ってる、人といる時は思ってないです。どういうことですか。セルフイメージはどう、右にいる時、これ一人でいる時、はい、そっち人といる時、はい、ちょっとそっちとして、はい、人といる時はセルフイメージどう、あ高いです。おじゃあ思い出して、はい、人といる時心の中でどんなこと思ってる、いやいけるでしょうみたいな、じゃあ目を閉じて周りに人がいると思っていけるでしょういけるでしょう、ちょっとぶつぶついけるでしょう、いけるでしょう、いけるでしょう、そんな感じ、いけるでしょう、はい、じゃあ今度は左にずれて一人になって心の声、大丈夫かな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 、さあじゃあちょっとタクちゃんが彼役になってもらっていいですか、うん、はいじゃあ、お名前何でしたっけ、アガンです、アガン、はい、はい、じゃあアガンさんがちょっと彼の自分がここにいると思ってこういうここアガンね、ちょっとアガンの後ろに立ってみて、どの辺から支えてる、いけるかな、いけるかな、どの辺から支えてる、ここに自分がいるとしたらここら辺からです、はい、じゃあちょっと支えてみて、はい、いけるかな続けて続けていけるかないけるかな、 いけるかな、はい、さあじゃあチェンジして、はい、場所を2人とも後ろ帰っていくな、いけるかな、いけるかな、いけるかな、
ぬかな。さあこれに対して何て返したいですか。後ろから一人にいるとき声が聞こえてきます。え、返したい言葉ですか。うん、いけるわでもいいし、そうやなでもいいし、無理やわなでもいいし、大丈夫やでもいいし、本音でなるべく正直に。ちょっともう一回お願いします。いけるかな、いけるかな。あ、一緒に言ってる感じやん。おお、二人で。じゃあちょっと交互にお願いします。いけるかな、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 いけるかな。だんだん大きい声で、いけるかな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 、いけるんかな、いけるかな。じゃあちょっと大きく伸びをして、心と体抜けて、ちょっとこっちから、アガンさんこっちから見てください。あ、見えちゃいました。こっちこっち、はい、こっち来て、はいはい。じゃあ、西ティ、じゃあ、はいはい、ここにアガンさんという2人の人間がいるんで、1人にいるときこんなことやってますから見ててください。では、いけるかな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 。どう見えますかこの人。やばいですね、やばいですね。いけるかな。さあこんな感じで、実は一つはやってることをありありと臨場感で再現して、旗から見たらただの気にしすぎっていう可能性もあります。もう一つはもう一回続けて、いけるかな、この人はほんまに悪意があるんか、ほんまはもっとあの努力せえとか、一人にいる時はこれやった方がいいんちゃうって、もしいけるかな、なんかもの、お前一人よと思う、これやったろとか、そんなぼっとして、え、なんて、なんて言った、もっと動けるやろ、うん、例えば、じゃあちょっと交代して、交代してね、もっと動けるやろ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 、じゃあ交代してください、後ろ、あ、逆逆、はい。もっと動けるやろ、もっと動けるやろ、もっと動ける。さあそれに対して自分なんて心の声聞こえてくる。これは一人の時ですか。うん、一人の時、もっと動けるやろ、一人の時、もっと動けるやろ一人の時、はい、もっと動けるやろ正直な声をお願いします、はい、もっと動けるやろ、そうなよねみたいな。でももっと動けるやろ、動けんのかなみたいな、もっと動けるやろ圧がすごいです。もっと動けるやろ、はい、ちょっと続けて、はい、もっと動けるやろ、でも、うん、もっと動けるやろ、もっと動け、もっと動けるんちゃう、もっと動ける、もっと動けるんちゃう、でも実際動けないよね、はい、もっと動けるやろ、もっと動けるやろ、もっと動けるんちゃう、この人どう見えるもっと動けるんちゃう、やばいですねもっと動けるやろ、はい、じゃあちょっとこっち来ても、はい、もっと動けるやろ、ああいう風にやってる方が動けるか、もっと動けるやろ、動けると思う、ああいう風に言ってる方が、後ろからですか、うん、言われ続けて動けないです、動けないですよね。さあ後ろの人に何て言ってもらいたい、頑張ってるな、でもようやったデームでもいいし、ここまでできたよ、頑張ってるなとか、うん、あ、すごいって言われたいのかな、お、何すごいって言われたいですか、何かその人の中、まあ、他人の目を気にしてるかもしれないですけど、他人からすごいって言われたいのかもしれないです、うん、はい、じゃあちょっと言われたい、すごい、すごいね、すごいね、すごいね、いける、すごいね、はい、さあこう言われる方が前動けるか、ね、さっきの声聞こえるが動いた、すごいね、こっちの方が動けます、すごいね、すごいね、オッケー、はい、じゃあ今度は一人になったら、はい、目の前にちょっと鏡があるとしてください、はい、これ自分自身に100回ぐらい、いやーお前すごいな、お前すごいよってちょっと言ってあげて、自分で、あ自分に、あーすごいな、どこすごいか言ってあげて、ん、どこがすごいか言ってあげてどこがすごいか、
動けてんな。どこがすごいか言ってあげて。どこがすごいか、うん、どこがすごいか、うん、今日ようこれ回ったなとか、ようやったな、声かけたなとか、これようやったな、なるべく具体的に、ようどこすごいか具体的に、よう外、どうすごいか、うん、実際に1週間振り返ってみて、はい、ほんまに自分がようやったなっていうのを思い出して、うん、あ、よう楽しませたなみたいな感じですね。うん、あとは、よう、この時間までやったなみたいな、うん、あとは、うん、よう、出てこないですね、うん、はい、じゃあちょっと目を閉じてもいらしてみて、一つは気にしすぎっていうのもあります。そしてもう一つは自分で自分を責めることでもっと動かせようとして、もっと自分に動くように実は言ってる、でも逆効果だったんですよ。後ろの声は動かさせるために自分で自分を責めてんやけど、それって車が前に進まないからって金槌でバンバン叩いてるのと一緒なんですよ。余計スピード落ちるんですよ。それどないするか、なんで遅いの、進めやって金槌叩いてる。だったら金槌叩くんじゃなく、1週間自分ができたところを認めてあげる方が、動けてないよっていうよりもいい。これで解決する場合もある。ところがもし正直自分のいいところ、心の底からすごいなと思えないとしたら、今度子供の時遡って、じゃあちょっと後ろに行くよ、ちょっと後ろに下がって10歩か20歩、はい、じゃあここからはちょっと顔の笑顔を外して、顔の笑顔して、で皆さんもちょっと笑顔を外してもらっていいですか。すごく真剣な領域に入っていくんで、皆さん自身思い出してください。お父さんかお母さん、小学校5年生の時、お父さんが怖かったか、お父さんが頼りなかったか、もしくはお母さんの顔色ばっかり伺ってて、お母さんほんま喜んでんのかなって、私またあかんことしちゃんちゃうかな、お母さん幸せできてないんちゃうかなって、小学校 4,5 年の時どんな場面を感じます？お父さんが怖かった、うん、それでほとんど帰ってこないんですけど、帰ってきた時はもうその軍隊みたいな家になって、それででも面白いって感じですね、うん、さあここの場所もう一回覚えておいて。お父さんはめったに帰ってこない、帰ってきたら軍隊みたいに厳しい、でも面白い。ほとんどのお母さんお母さんって 100% 鬼でもないし、 100% いい人でもないし、もう一回戻るよ、もう一回一人になった場面を思い出して、一番最初の言葉何やったっけ、一人になった時出てくるセルフイメージ一番低い時の言葉、できんのかな、できんのかな、ちょっと目を落としてできんのかな、できんの、はい、じゃあもし皆さんよかったら心の中で、私にできんのかな、私にできんのかな、なかなかできない場面を思い出してみて、私にできんのかな、はい、じゃあできんのかな、できるのかなって言いながらゆっくり後ろに下がって、できるのかな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 、さあ思いつく限り、ちっちゃい時
お父さんかお母さんの前でこんな気持ちになった時あるよね。あ、はい。どんな場面？あ、ちょっと待ってくださいね。あの、すごい。マイク。すごいですねこれ。うん、あの、一応スポーツ神経が良かったんで、うん、その親とかからも学校からもこう期待されてたんやけど、運動神経いいから親からも学校からも期待されてたんやけど、はいはい、全国には行けなかった。全国に行けなかったっていう、あの行けなかったんですけど、それでその時も多分いけんのかできんのかな、いけんのかなっていうのを考えてたっていう。なるほど、はい、この時にいけんのかなできんのかなって身について、それがそのまんま一人になったら自動反射で蘇ってくるよね、うん、そしたらお父さんかお母さんというよりは自分が期待に応えられなくてやれなかったその時やな、うん、はい、じゃあ 2,3 分前に出て大きく声出して伸びをして、あ、今まで振り返ってみて、後輩とか誰か部下でも誰でもいいよ、なんかそうやって落ち込んでるやつ励ましてあげられた時あったよね、うん、はい、その時の自分を思い出して、なんか試合で負けたりうまいこと結果出なかった、そんなやつ寄り添って励ましてあげて、最後はほんま泣きながらありがとうございますって、僕なりに頑張れたもう分かりますって思えたシーンありますよね、はい、はい、ちゃっくりと後ろ振るみたい、そんなやつがあそこにいると思って、まだ若い子やけどなんて声かけたあいつに、まあ、そこでは実らなかったけど違うとこで実るよっていうことです、はい、じゃあ横行って前行って、ここにそいつがいると思って肩叩くなりハグするなり何していいから、そこでは実らんかったけど絶対未来実るよって言ってあげて、ここにいると思って今回は実らへんかったけど、今回実らへんかったけど今までの努力は絶対どこかでは実るよ、うん、さあもっとしっかり心を込めて、うん、今回実らんかったけど、今回実らんかったけど絶対今までの努力は、絶対今までの努力は、未来につながってるからって感じです、はい、そしたら彼なんて言ってる、うなずいて言葉はないって感じです、はい、じゃあちょっと彼の立場入って、はい、さあその言葉聞いて、今回は実らんかったけど絶対今までの努力が実る時来るよ、今回実らんかったけど絶対その努力が実る時来るよ、今回実らんかったけど絶対その努力が実る時来るよ、そんな気持ち、いや、すっきりしました、はい、そして2020年3月26日一人になってるあそこの彼がいる、うん、なんて声かけてあげたい、ね、表情変わったの分かります、やれるだけやってみっていう感じですね、やれるだけやってみ、はい、じゃあ未来に行ってここにいる彼にやれるだけやってみって、一人になった時は必ずやれるだけやってみって言ってあげて、うん、僕にここにもう一人の自分がいたし、やれるだけやってみ、うん、実らん時もあるけど絶対努力実るからって、うん、
実らんかもしれんけど、絶対どこかで実るからやれるだけやってみ。はい、はい、ということで、そんなに言われたら今どんな気持ちですか。いや結構めっちゃすっきりしました。はい、じゃあちょっとこのまま時間ないので皆さんも同時にいきますね。ちょっと目を閉じてください。今までの過去を振り返って、あの時できなかった、うまくいかなかった時を思い出して、一生懸命頑張ったのに受からなかったとか、入賞しなかったとか、結果出なかった、成果出なかった。ではその時に遡って、なるべくその時と同じ表情、口調、姿勢をしながら、がっくりとうなだれたり落ち込んでみてください。そしてあの時は気づかなかったけど、どんだけ寂しかったか悔しかったか味わって、一生懸命頑張ったのになんでこんな結果やの、私一生懸命やってるのなんで分かってくれへんの、私努力してるの認めてや、なんで誰も私のこと分かってくれへんの、なんでこんな死ぬほどやってんのに結果出えんの。しっかりと味わい切ったら、バッと目を開けて吸う息とともに大きく伸びをして声を出して、ドーン、立ち上がって椅子の後ろにパッと立ってください。一瞬で、さあ一瞬で1秒以内に。そして一番椅子の後ろから目の前にそう落ち込んでる人間を見てあげながら、あなたは今まで誰かを助けてあげたことがあるんですよ、相談乗ってあげたことあるんです、だから今まで最高な人を助けてあげられた自分になりきってちょっと立ってください。ありましたね、なんかね、失恋して相談乗ってあげたり、仕事失敗して聞くで言うて、飲みに行こう言うて、北か南か分からんけどな、行って、あるやん、もう朝まで飲もう言うて、腹立つやん、分かった分かった言うて、やれた時あります。そんな自分の表情やって、そんな自分の姿勢、そう、自信もあるし、余裕もあるし、愛情もあるし、気持ちもよう分かる、そんな自分が後ろから前にいる自分を肩たたいてあげたり、ハグしてあげながら、大丈夫や、よう頑張った、さあ自分のペースで声かけてあげてください、どうぞ、いや大丈夫や、よう頑張った、目の前の椅子に自分がいると思って、そこの椅子の自分をハグしてあげてください。そう、泣いていいよ、いっぱい泣いて、そうそう、泣いていっぱい泣き、うん、よう頑張った、誰よりも私があんた頑張ってんの見てるんやから、結果出へん時もあるよ、でもどんだけ今まで頑張ってきたかよう見てるからって、抱きしめた、よう頑張った、そしてな、そういう時もある、あるよ、もう絶対今までの努力また結果出るから大丈夫やでって後ろから言ってあげて、もう最高の愛情 100% 愛情だけで言ってあげて、もう無条件の愛、そう、しっかりと抱きしめてあげたら、後ろから見守ってるよって、ずっとあんたのこと見守ってるよって言ってあげられたら、また 2,3 秒で椅子に座って、後ろから言ってくれてるのを思い出して、後ろから言ってくれてるよ、ほら、目を閉じて、目を閉じて、誰よりも誰よりも自分のこと分かってくれてるし、誰よりも頑張ってるの知ってるし、誰よりも一生懸命して誰も見てない、でも
後ろのもう一人の自分はずっと見ててくれて、信じてくれて、後ろからハグされるのを感じて、ここはね、もう一人の自分は濃厚接触 OK やから、もう無限の愛しか出てこないから、濃厚接触、しっかりと感じられたら、ゆっくりと吸う息とともに目を開けて伸びをお願いします。あ、ということで、これが、まあ、コーチングからカウンセリング領域、ちょっとトラウマ入って自分を受け入れるということをやりました。最初は行動レベル、自分を鏡見て褒めてあげるような行動レベルでも、今情動レベルまで入って悔しかった場面再現するっていうことまでやりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあ感想を聞きましょうか。うん、はい、はい、そういえば感想聞いてなかった。あ、結構過去に戻った時に、その期待に応えられなかった自分が結構残ってたんだっていうのを今思い出して、それでちょっと涙出そうでしたねっていう感じですね。そしてアガンやったっけ、アガン、はい、アガンのこと、アガンがね、その小学校か中学校はどんなことがあったかわからない、アガンの上司だったり、アガンのリーダーだったり、上の人が期待してるよ期待してるよ期待しとって言えば言うほど期待に応えられなかったっていうのが出てくるよね、これ。あ、そうです。言うてる人は悪気ないよ。え、そんな過去あったの知らんから、純粋に良かれと思って、でも彼の中でそれが発火してしまうよね。だからこの言う人が悪いんじゃなく、アガン自身がそんな自分でもいいよって、自分で自分を認めてあげる、よう頑張った成果出るってしっかりと認めてあげてほしい、はい、もし今ね、誰か上の人に期待してるよって言われても、それはそれでありがたく答えられると思うね。逆にどう、嬉しいですね、はい、ということなんですよ。はい、ってことです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。僕たちがこの瞬間瞬間感じるこの感情というのがですね、実は紐解いてみるとですね、さっきのこの辺ですよね、生まれてからほぼほぼ10歳ぐらいのことまでが多いですよね。はい、多いですね。今のアガンは小学生ぐらいの時の多分記憶だったと思うんですけど、往々にして生まれてから10歳まで、そうすると登場人物がだいたい家庭内にいる人になってきますよね。でその時に感じた感情体験が何かをこう出会った時に、それとよく似たそこまで戻ってですね、でその時感じた感情、例えば絵の具だとするとオレンジ色だとすると、またここへ戻ってきてオレンジ色に塗るんですよね。で赤ちゃんに手を挙げても赤ちゃんは頭を覆ったりしません。なぜかというと叩かれた経験がないからね。だけど大人になるとこうやるとこうなりますよね。それはこの風景とそっくりなあの時のコツに戻るわけですよ。なので、はあ、いたという記憶の体験をここで、あ、来るみたいな形で感じてしまうっていうことですよね、はい、それを今逆行して戻っていただいて、この感情体験を生んできた原体験のところへ戻ったということですよね、はい、それが7つのアプローチの1つということですね、はい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 、それ以外にも6つアプローチあるということです、はいはいはい、だからどんなカウンセリングのケースもこれを使うと解決できるということですね。なので今起きている問題は今起きている問題じゃないんですよね。そうなんですよ。こっちの場合は逆に未来に起きている問題なんですよ。過去に小学校何もないけど、うん、それを使って得たいものがあるとか、うん、ただ気にしすぎている場合、うん、どうなりたいかがわからないから悩んでいる人もいるわけです、はいはいはい、これは過去が関係ないケースもいっぱいあります、うん、いろんなケースがあります、ね、なるほどね、はい、まあだけどあれですよね、今のアガン君のそれは、あの小学校の時のあの経験が
十何歳の時もそうだし、二十歳前後の時もそうだし、25の時も、そして今もっていう形でずっと古傷として、何度も場面を変えながら出てきたのを今日認識することによって手放すことができたってことになるん で、これもう出てこないんですよ、一回外すと。これすごいですよね。認識してしまうと手放して、でも普段思い出すことないと思うんですよ、そのこと。それは深層意識レベルで感情でこう渦になってニカ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 あったもので、言語化認識ができてない領域にいることを今この体を動かすことによって、あっっていうアガンが見つけた瞬間すごかったですけど、ね、表情変わりましたね。あれかっていうところの、生み出したところか、もしくはその前にも何かあって記憶に残ってないものが、出てきたやつかも分かりませんけど、認識したことによってここで何かが起きてることが認識できたってことになりますよね。そうですね。これカウンセリング領域だと思いますけど、これの認知レベルの話なんで、それでもうまくいかなかったとしたら蓋を開けてマイナスのネガティブをもっと出し切る、昨日のケースが、蓋を開けて怒りを出し切ったパターン、今のは認知レベル、ハッと気づくだけで楽になるケース、ケースの深さが違いますね。昨日のやつもですね、編集されたものが、もうすぐ、YouTube の方に上がりますので、ぜひフルフル全部見ていただく形で、だから参加していただいている方は今日のどっかに映ってたらごめんね、私映ってたらあかんねんけどという人はちょっと言っといていただいてね、ぼかし入れますからね。それもまた皆さんの方で、何度も何度も見ていただいて、学んでいただける形を作っていきたいですよね、ということでちょっと時間がオーバーしてしまいましたからね、これにて終わりたいと思います、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。